験に行きます。まず三髄をひし形に、このイメージでここよりも下を必ず広くしてください。2番目の点あたりから右上がりなんですが、いつもの右上がりよりも少し角度をつけて上がっていってください。そしたら内側に入って抜いて、次の線は結構高い位置からちょっとだけ斜めにして、この線よりも長めにして止めます。ここの間隔を同じにして、ここは少し頭を出したら、この3番目の線よりも下がらないようにして、この縦よりも横を長くして上に抜いてください。じゃあ点に行きますね。まず反る短い位置で、雨冠をどこの位置を通るかというと、この縦の3分の1あたりを通るとイメージしていただいて、で止めを作ったら、ここを3分の1を通って、必ず左よりも右を少し広くして抜いてください。そしたら点を同じ長さ間隔揃えて、縦線よりも少し上で終わってください。そしたら横広の火を描くイメージですね。下を狭くして横広の火を描いたら、縦横同じ長さぐらい、中心からで、ここで曲がって同じ長さぐらいで上に抜いた時に、だいたい同じぐらいに来ます。肉に行きますね、同じ幅で降りてきます。下を狭くしない、同じ幅でいいです。で右上がりに持っていったら、やや左よりも右を長くして抜いてください。そしたら、この長さは、まあ、この横よりも少し短めで、払ってきた時にこの位置はこの縦の半分よりも上で終わるようにしてください。そしたらこの線の上の方、少しここ隙間を空けて同じ位置ぐらいに角度を揃えて止めてください。そしたら、まあ、横中心ぐらいですが、この最初の払いの少し上ぐらいですね。で角度を揃えて抜いた時に、下いっぱいまで持ってこない、ちょっと下に余裕を持たせてこれを払ってください。そしたらこの線の真ん中より上から同じ感じで止めてください。